この時間は日本対柏、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日のゲームはここエスタディオアレハンドロビジャヌエバで行われます。リマには多くの素晴らしいスタジアムがありますが、このスタジアムもその中の一つ、3万5000の収容人数を誇る歴史あるスタジアムです。日本国国歌お聴きいただきます。北澤さん、442のシステムで今日来ているんですが、ツートップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、ツートップだけで点が取れるということですよね、うん、やはり2人だとうまく起点になって、もう1人がこううまくそれにサポートしながら突破できるという形が作れればっていう狙いはありますよね、はい、うん、このツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割、理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで動けると思うので、うん、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップが競った後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、うん、はい、まず前半見ていきましょう。日本対柏、エキシビションマッチが始まりました。サイド紹介です。向かって右側が柏、左側が日本。さあ鈴木頭来た、先制日本。前半まだ始まったところ、いやいきなりですよ。頭で正確に流し込んできました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあ日本、この早い段階で先制しました。いやリードしたってことも大きいですけども、うん、やはりそれ以上に時間帯がいいですよ ね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね、はい、主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。中島、長友へ、吉田、柴崎へ、また中央へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。マテウス・サビオから江坂から右へ、川口、パスでつないで攻め込んでいきます。柏、大谷、リズムを刻む、組み立てながら攻め上がっていく、裏へ届くか、パスをつなぎます。素早いパスで攻め上がっていきます。どうする、クリスティアーノ、シーハス、上島、クリスティアーノへ、ボールを下げてリズムを作るか、大きく縦へ、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。大谷、シーハス、うまいですね。ここで丁寧にボールを扱う久保、ここは競り勝ちます。久保から鈴木、上島、
さあ江坂、大谷、日本はこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。こう序盤にリードできたのは大きいですよね。自分たちのペースで試合を進めてますからね。右サイドへ振って柴崎から右サイド裏を狙っていきます。カウンターを仕掛けます。このボールはカットされます。大迫からのパース、柴崎から大きく縦へ、ここ拾って次につなげたい。柏、遠藤、仕掛けるタイミングを図る。中は枚数います。あそこをやはり突破するにはもう少しスピードを上げる、そういったことが必要になるでしょうね。上がっていく左サイド、大迫、ディフェンスをものともしません。大迫から久保、クリスティアーノ、組み立てながら攻め上がっていく。柴崎、久保、激しいボールの奪い合いです。カウンターを仕掛けていきます。シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。日本奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。日本は嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。いやシュートミスは好きですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。プレッシャー、大南、川口、大南、川口、このクリアボール拾いたい。大迫から鈴木、大谷対応します。チャレンジしたところ、これはファールではありません。さあ江坂、スペースを狙う、このパスはキーパーへ。遠藤、日本が最終ラインまでボールを下げる。吉田へ、縦へのボール、激しいボールの奪い合い。富安へ、久保、富安へ、シーハス、柴崎から縦へのボール、久保、サイドを走る、ルーズになります。柴崎奪います。スルーパスを狙う、シュート、ゴール、日本、これで2点差。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、そこになるような見事なカウンターアタックでしたね。大迫、今日2点目のゴールです。さあ日本、さらに1点を追加し2対0としています。
日本としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね、この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。長友体を張ります。ボールはクリア。久保このボールに触ります。プレスからボールがこぼれる。パスでつないで攻め込んでいきます。柏吉田このボールをカットします。久保32分を過ぎたところです。吉田へ長いボールを送ります。鈴木ふわっとしたボール仕掛けるか。来たぞ。シュート。柏ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。川口大南上島クリスティアーノへ。クリスティアーノから江坂椎橋。さあどこに出してくる。もう一回坂井から鈴木パースをつなげます。遠藤柴崎遠藤へふわっと裏を狙う。久保ボールのどこのパス。久保に渡ります。お、これいいですよ。長いボール縦へ椎橋。もう40分です。左上がっていきます。中に入れる。直接行ってしまいました。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。これはなかなかこじ開けられない。さあ鈴木。鈴木から大迫、大迫から中島。緩いボール、ここはキーパー処理しました。柏としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。富安キーパー前へ蹴り出します。久保チャレンジはしません。後ろに流す。クリスティアーノ、クリスティアーノから江坂、裏を狙っていきます。シュート。シーノグ。いやー今のは北澤さんファインセーブでしたね。いやこれぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。オーバーヘッド。ここで増えた。
素晴らしいシュートで前半を終えます。さて北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは2-0は絶対じゃないんですよね。特に45分で2-0というのは一番危険な点数でもあるんですよね。日本対柏、日本が2-0とリードして後半へと向かいます。後半です。川口、サイドのスペースを使います。おいい形ですよ。さあ上げる、中央へ、そのままキーパーが抑えました。久保、柴崎へ、柴崎から大きく縦へ、長友、長友から長いボール縦へ、裏へのスルーパス、どうだ。さあカウンターを仕掛けます。坂井、長いボールを送ります。クリスティアーノ、大谷、シーハス、富安、酒井へ、遠藤、上島、シーハス、左サイド上がります。シーハス、さあつながるか、ここで収まる。川口、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。久保、大きくサイドチェンジです。大きく縦へ、久保、日本がこのセカンドハーフ序盤を2点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか。次の1点が決まればある程度安全圏ですけどもね。この時間帯で 2-0 ですと追いつかれる可能性もまだありますからね。油断しないことが一番大切ですよね。クリスティアーノから左サイド、裏へ届くか。もうこれいいですよ。クロス合わせてくるか。クロスを上げる鈴木、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。久保、縦へのボール、日本が最終ラインまでボールを下げる。長いボール縦へ、パスでつないで攻め込んでいきます。日本、柴崎へ、チャンスを演出できるか。クロスを選択、キム・スンギュしっかりと抑えました。シーハス、ここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、日本としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。長友、吉田からこのフィードパス、マテウス・サビオ、
ボールを下げてリズムを作るか。川口、日本はここクリアで難を逃れます。遠藤、一旦戻します。キーパーからのロングフィード、おっと、さあ来た、シュート、これで点差は3点です。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックでしたね。大迫、カットトリック、さあ日本、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。川口、右が上がっていく、大谷、川口、右サイド上がっていきます。ここで丁寧にコントロール、さあ右へ預けて、いけるか、一旦前を取る、スピードアップしたいとこだったんですけどもね。中島、ここはルーズボール、大谷、ここは奪います。上島、柏、最終ラインまでボールを下げる、これはクリア、中島、ここは対応します。長友、長いボールを送ります。シーハス、江坂からマテウス・サビオ、ここはすぐ奪い返します。柏、酒井、チャレンジはしません、後ろに流す、久保、富安へ、遠藤、ここは大きく縦に入れます。大南、大谷、川口、上島、シーハス、左サイド上がるか、遠藤、ここは競り勝ちます。鈴木、この試合アシストを記録しています。長友、吉田へ、吉田へ、富安、大きく縦へ、久保、これはつながりません。スローインをカットします。大きく縦へ、スペースを狙う、江坂からクリスティアーノ、クリスティアーノから江坂、入るか、おっと、いいボールでしょ。鈴木、日本ボールです。柏、選手交代のようです。
掛けるか。ボールの奪い合い激しいものがあります。ここは間合いを取る。シーハス、ウサカへ、サイドのスペースへ走らせる。クリスティアーノへ、このパスには追いつけませんでした。ボールを下げてリズムを作るか。大谷、クリスティアーノへ、クリスティアーノから江坂、サイドを縦に走らせます。いい展開ですね。丁寧に足元を使う。枚数いる、中につなぎたい。シーハス、大迫、すでにハットトリック。さあ4点目はあるのでしょうか。この残り時間で意地を見せられるか。酒井、そして今試合終了。3対0日本勝ちました。大差での勝利です。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。日本としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。日本が3対0で見事な勝利を収めています。